の気に入らんのや。後悔すなよ。何やって？じゃと？
なんじゃと？うむ。いらっしゃいませ。よく食ったな。はあ？ん？ふう。まだまだいけるよ。
せや。お兄さんも好きだね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとだけでも一緒に行って寂しいよ。お願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとだけでも一緒だよ。お金ちょうだいや。お金いくぞ。欲しいって許してください。マジマイ。
まじまよ。 始まよ。
始まよ。待っておるぞ。始まよ。かあ。お主。それじゃあ、はい、うん、うん、はい、うん、そうやな、なんて答えがいのない質問の仕方、かいわれ、そうですね、私、王子様、え？
優しくて、背が高くてハンサムで、髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁなんて。俺もや。え、まさか安嶋さんに分かってもらえるとは、意外です。そうですよね、私は高い理想を追いかけて。そういや、23です。そんなに塞ぎ込まないでくださいよ。理想を言うだけだったらただですからね。私、もしかしてやっぱり私、接客でみんなの足引っ張ってたりしますか。え、この際ですし聞いておこうかなと。私が接客下手なせいでみんなの足を引っ張っ、え、そうでしょ。なんですか急にそんな優しい。いや、わからないですよ。そうやな。なんて感情のこもってない言葉。でも彼氏、え、白馬の王子様なんか彼氏にしたらきっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話、いや、真島さんが急に素敵なこと言うからびっくり。まったく、ちょっとドキッとしちゃいました。え、そうやな。何ですかそれ。おいおい、私そんなに恋愛に飢えてないだけで。付き合ったことくらいありますよ。佐藤くんに、鈴木くん、それに田中くん。なるほど、そうですよね。付き合っ、いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ。よろしく頼むよ。お待ちしてました。
ざけるなよ。サービスいたしますので。いらっしゃい。どうぞ。楽しませてくれよ。
います。嬉しいです。ありがとうございます。メニューありがとうございます。Ha ha ha ha!